炎上した大御所芸人7選。1、爆笑問題、太田光。数多くのレギュラー番組を持ちながらも、現在でも精力的に時事ネタ漫才を続けている爆笑問題の2人。しかし、ボケ役の太田光さんは、大きな炎上を経験してしまった大御所芸人の1人です。中でも、太田さんが全国的に炎上してしまったのは、2021年10月に放送された選挙特番。衆議院選挙に際しての番組だったのですが、この番組に出演していた太田光さんは、大物政治家に対しても臆することなく鋭い質問を連発していました。しかし、旗色が変わったのは番組途中で、自民党の甘利明幹事長との中継がつながったタイミング。このタイミングでは自民党の小選挙区での劣勢が伝えられていたのですが、そんな甘利さんに対して太田さんは、負けるとなると自民党的に幹事長ですから責任問題になりますよね、先般ですよね、負けたら、と不遜な態度で追及。また最後の最後には、相当ショックな状態になってると思いますんで、まあいろいろ考えてください、ガッハッハッハ、ご愁傷様でした、と甘利さんをバカにするような態度を見せました。すると、この太田さんの態度に対してネットユーザーからは、あまりに失礼、ご愁傷様は不謹慎すぎる、と批判の声が殺到してしまいました。この炎上に対して太田さんは、確かに無礼ですね、礼節に欠けるとか品がないとかいろいろ言われました、品って生まれ持ったものだと思う、なかなか獲得できないのが悩みで、なかなか成長できない、と反省しきりでした。2、サマーズ、三村正和。東のコント職人の異名で知られ、現在でも数多くのレギュラー番組を持つお笑い芸人サマーズ。ツッコミ役の三村正和さんは、ツイッターで炎上を繰り返してしまっている芸人の一人です。番組内においてグラビアアイドルの矢沢恵梨香さんの胸をわしづかみにした行為に対して批判のコメントが続出すると、三村さんは、番組ちゃんと見てます？記事だけ見て言ってるんじゃないですか？あれは良くないことだけど、共演者も喜んで現場は笑いになってます、あとセクハラではない、お触り、と反論ツイートを投稿し、さらに炎上。2016年10月には、日本ハムが広島を下し、通算4勝2敗で10年ぶりに日本一となったプロ野球の日本シリーズに対して、俺はなんかモヤモヤしました、日本ハムが手加減して勝った気がしてね、炎上覚悟で言いましたよ、第5戦まではワクワクしましたよ、でもね、今日の日ハムの采配が納得いかないんだよね、とツイートし炎上。本人は度重なる炎上騒ぎに反省したようで、プロ野球ファンとして明らかなダメな言い方でした、来季もプロ野球期待してます、人を思う仕事、嫌な思いをなるべくさせない、そして笑いにつなげる、これが今回は逆にいろんな人に嫌な思いをさせてしまった、ちょっとツイート引退も考えます、と反省の弁を述べていました。3、トンネルズ、石橋貴明。独特のノリのお笑いスタイルで、かつては数多くのレギュラー番組を持ち、現在でも芸能界の重鎮として活躍しているトンネルズ。そのメンバーである石橋貴明さんは、自身のレギュラー番組において炎上騒ぎを経験しています。2017年の秋に放送されたトンネルズの冠番組、トンネルズの皆さんのおかげでしたの30周年記念スペシャル番組。この日の放送は、コント番組時代の往年の名キャラクターなどが登場するお祭り的なものだったのですが、番組内のコーナーで石橋さんは、30年前に大人気だったホモーだホモーとして出演しました。すると、このキャラクターが同性愛を揶揄するようなものであったことから、放送直後から批判が殺到、炎上騒ぎへと発展してしまいました。この炎上に対して、同番組を放送していたフジテレビの社長は記者会見で、これは30周年スペシャルで、30年間で作り出してきたいろいろなキャラクターで展開をしたわけですが、もしその時代が違っていて、伏
快な面をお持ちになった方がいたことは、テレビ局としては大変遺憾なこと、謝罪をしないといけない。同陳謝。30年という時代で日本人の価値観が大きく変わっていたということを象徴するような出来事となりました。4. 蛍原徹。かつては宮迫博之さんとのお笑いコンビ雨上がり決死隊として活躍し、現在ではピン芸人として活動している蛍原徹さん。彼も30年以上の芸能生活の中で初となる炎上を最近になって経験した芸人です。炎上の舞台となったのは自身の YouTube チャンネルであるフォトゴルフ。2023年8月に公開された動画では千鳥のノブさんと共にゴルフ場を回っていたのですが、その移動の際ゴルフカートにキャディーさんを乗せずに移動しているシーンが存在し、一般人を軽視しているのかと批判のコメントが殺到しました。コメントに対して蛍原さんは、後部座席でのツーショットシーンの撮影とメインカメラが熱で使用できない事態を防ぐため、日陰に撮影時以外は置くことを優先するがあまりカート前列を2席潰してしまい、猛暑日の撮影であるにもかかわらず制作スタッフのキャディさんへの配慮が行き届かずお詫びいたしますと固定コメントにて返信、反省の弁を述べていました。5. 香港。板尾いつじさんとのお笑いコンビ130R でダウンタウンファミリーとして活躍し、現在はコメンテーターとしてもテレビ番組に出演している香港さん。すでに大御所の芸歴となった彼も炎上を繰り返している芸人の一人です。中でも問題になったのは2022年2月に自身のツイッターに投稿したツイート。同日コロナウイルスによる死亡者数が増加していることを取り上げていた番組に対して、香港さんは、いつまで同じ報道、再放送か、意味のない解説、専門家、コメンテーター、感染者増えたらあなた方の収入が増える、と皮肉めいたツイートを投稿。続けて、死者何歳、言ってほしい、と投稿しました。すると、このツイートは、同時期にコロナで亡くなることが多くなっていた高齢者を軽視したツイートであると批判が殺到しました。これまでも歯に衣着せぬ物言いで良くも悪くも注目を集める存在であった香港さん、今後は炎上しないように気をつけてほしいですね。6. 本邪魔か、めぐみとしあき。お笑いコンビ本邪魔かの一員として活動しながらも、現在ではニュース番組の MC としてのイメージが強くなっているめぐみとしあきさん。彼もとある発言で炎上騒ぎを招いてしまった芸人の一人です。めぐみさんが MC を務める情報番組ひるおび、この日の話題として取り上げられたのは連続強盗事件への関与が疑われている特殊詐欺グループ幹部とされる人物2人がフィリピンの入管施設から日本に強制送還されたことについてでした。その強盗の残忍性などが叫ばれる中、 MC のめぐみさんはなぜか強制送還された2人に対する機内食の情報に興味津々。記者から彼らが機内食を完食したことを伝えられためぐみさんは、それがすごく知りたかったんですよ、昨日は全然その情報がなかったから、と笑顔で語っていました。この謎のやり取りに対してネット上では、よくそんなことを大真面目に聞けるな、そんなに知りたい情報ではない、お前だけだよそこにこだわってるの、と批判の声が殺到。あまりに予想できない形での炎上を経験することとなってしまいました。7. 上沼恵美子。自身の発言で軽い炎上騒ぎとなり、その後の後輩芸人の行動によってM1 グランプリ最大の汚点と呼ばれるほどの大事件となったのが上沼恵美子さんの炎上騒ぎです。漫才師のナンバーワンを決める大会 M1 グランプリの2018年度大会、この日上沼さんは一等審査員として出演していたのですが、大会の名物である敗者復活枠の勝者が発表されるタイミングで、ミキが来てほしいと当自身に馴染みの深い兄弟漫才コンビであるミキが敗者復活枠に選ばれてほしいとコメント。その後願い通りにミキが決勝進出を果たすと、
その漫才に対して98点という高得点をつけ、ミキが好きというような公平を是とする審査員としては非常に軽率なコメントを連発。ネット上のお笑いファンの間ではちょっとした炎上騒ぎとなっていました。しかしさらに大きな炎上としてしまったのが、同年度の決勝進出者であるスーパーマラドーナの武智さんと、前年度王者であるトロサーモンの久保田さん。久保田さんは自身が配信したインスタライブにおいて、そろそろやめてください、自分目線の自分の感情だけで審査せんといてください、お前だろ、わかるだろ、一番右側のな、と明らかに上沼さんだとわかる状態で批判。武智さんもそれに対して、右のおばはんや、右のおばはんにはみんなうんざりですよ、嫌いですって言われたら更年期障害かって思いますよね、などと痛烈な発言を行いました。結局この発言が大炎上したことにより書き消される形となった上沼さんの発言による炎上騒ぎ。彼女が M1 グランプリの審査員を降板したのはこういった理由もあるのかもしれませんね。今回は炎上した大御所芸人7選を紹介しました。今後もお笑い芸人に関する動画を上げていきますので、高評価、コメントよろしくお願いします。